はい、どうも隊長です。ウィンニングレベル2018ビカマーレジェンドやっていきたいと思います。今回の予定はウェファチャンピオンズリーググループステージ最終節第6節ボルフスブルク戦です。でその後に第16節ナント戦もやっていこうかなと思います。現在パリ・サンジェルマンチャンピオンズリーグのグループステージでは首位に立っております。4引き分けしてるんですけども、他のチームもね同じく引き分けしてるんで、まあ、なんとか1位に立ってるんですけど、次の試合、ボルフスブルク戦に負けることがあれば、敗退の可能性があるので、まあスポルティングリスボンがパブロビーシュタインにまず勝つだろうということを想定して、パリ・サンジェルマンはボルフスブルク戦何としても勝たなくてはならないということで、隊長は今回右ウィングですね。あれ、なんで今までずっと CF だったのに、なんでだなんでだ、ここに来て俺外されるっていう、どういうこっちゃ。まあいいわまあいいまあいい、右ウィングでもトップでもどこでもやることは同じ、ゴールを上げることですからね。さあ最終節ボルフスブルク戦、これに負けることがあれば、まあ、グループステージ敗退と、引き分け以上で、グループステージ突破と。突破したいな、引き分けでもいいから。オリギーはマジで要注意、クロス上げられちゃうぞ、それ来るぞ、危ない。ネイマールが抜けた、これはでかいぞ、上げてこない自分で行く、自分で行くはい、超抜けて、早い、早すぎたパスくれんの早いな、もうちょっと貯めてほしかったな今のは。隊長決めてくれーなー、つえーな、つえーな、おい取られねえな、おいなんだそれ。クロス上げられてトフリー、うーわ、ワンツー抜けられんぞ、シュート打たれてしまう、セットプレーも怖い、ただカウンターのチャンス、上そこで終わるマジか、お互いにシュートを打ってますけど支配率では完全にボルフスブルクの方が上ですね。まあ最悪勝てなくてもいいから引き分け、引き分け、引き分け、違う違う、シュートじゃない、シュートじゃない今のはシュートじゃないムーバッペいいぞ、ムーバッペいいぞ、押されちゃったそっちに、てかよくそこまで下げられるな。ネイマール、ネイマールゾーン来ました、お、パス出してクロスを上げて隊長が欲しい、ほら、クロスカバニーカバニーから前線は人いない、どうする、コーナーキックゲットというところで体調下がってしまう、パストーレー、まあ、あとはね引き分けにするだけだから、引き分けにすれば決勝トーナメント進出ですからね。試合終了、うわ、もうじギリギリだよ本当に、パリ・サンジェルマン引き分けという結果に終わりましたが、超ギリギリだと思う、グループステージで勝った思い出がないんだけど、全部引き分けな気がするはははは、1位なの、しかも1勝5引き分けって、これでグループステージ突破できたのか、他のグループ見てみ、一勝だけのところないぜこのグループはちょっと接戦って言っていいのかなお互い全部同じ力ぐらいあったってことだよね。
ということで他のグループの状況を見てみましょう。グループステージ突破したのはグループ A がトッテナム・ユベントス、グループ B がローマ・ディナモ・ザグレブ、グループ C パリ・サンジェルマン・ボルフスブルク、グループ D バルセロナ、ビトリア・ギマランイス、どこ？リバプールが敗退。グループ E ミラン・バイエルン・ミュンヘン、グループ F レアル・マドリー・シャフタール・ドネツグ、レアル強くね。グループ G アトレティコ・マドリー・リオン、まさかのチェルシーが敗退。グループ H マンチェスターシティ・アンデルレヒト、かなり接戦だったグループステージなんですけども、ベスト16の対戦相手はどこかな。ユベントス、パリ・サンジェルマン、ディナモ・ザグレブ、マンチェスターシティ、ボルスブルク、トッテナム・ホットスパー、ビトリア・ギマラン・イス、レアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリー、シャフタール・ドネツグ、バルセロナ、リオン、ミラン、アンデルレヒト、ローマ。ということでベスト16の対戦相手はユベントスに決まりましたね。ユベントス勝てるかこれ。まあ、ユベントス戦はかなり先ですね。2月入ってからですね。今まだ12月中旬だから当分先になりそうなんだけども、お、隊長左ウィングで先発だな今回は。右にネイマール行った。あれなんかな、わけわかんねえなここ最近ほんとどうなってる。よしやっていきましょう。なんと戦早いんだお前は、パスを出すのが。ナイス。隊長のヘッド決まらない。おいベッラッティ、いいよいいよ、うまい。そんなゴール決めたのは久しぶりすぎるだろう。ムバッペなんかちゃんとした形で点取れたわいいよ。クロス上げられて決められてしまう。はいや、ムバッペの得点から2分後ですよ。ランダルコロって誰だお前はい、シンプルなパターン、サイド抜かれて速いクロス入れられ、ヘッドで同点にされる。うわっ、セカンドボール、いや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 、逆転されました。うん、さあまずは勝利に向けて1本シュート、触れた。いや、いいシュート打つんだが決まらないんですよね。ここで見せてくれました。コーナーで決めたい、そろそろ。合わねー、なんかタイミングつかめなくなってきてんぞ最近。そしてカウンター食らっちゃうよ、左めっちゃ空いてるよ。もう1本で通してくんな。前半終了しましたが、まさかのなんとに逆転を喫してしまうっていうね。先制点いい形で取れたのに、ちくしゃー。あー決まった、同点にできた。いやー70分か、まだいけるな、勝ち越せる。久しぶりにミドルシュートで決めたわ。いや、いいっすねー。いった。うわ、試合終了、2対2。
引き分け大好きか本当に引き分け多すぎだろ。もう互角の勝負だったじゃん、なんと相手に。なんとか引き分けにできたってとこだわ今。そして7位キープ。これはもう無理ですね、はい、3位はもう無理ですね。ただね、ユベントスとやってみたいってのもある。チャンピオンズリーグで今だけ調子悪いってあるからね、前回の動画で移籍するわとか言ったけども、ちょっとねここはね言ったことに対して反することなんですけども、ワンチャンもうパリ・サンジェルマンでずっと頑張って長い目で見るか長い目で本当に我慢して我慢してやるか、もうちょっと様子見したいってのもある。だから3位フィニッシュしなきゃ移籍しますっていうのは撤回しますわ。ちょっと様子見よう。なんかね、でもね、なんか良くなってるっていう部分もあるんだよな。なんか守備は相変わらずボッコボコなんだけど攻撃面でなんかうまくいってるっていうシーンがね、ナント戦でなんとか見られたから。ほら言ってるよ、パリ・サンジェルマンのエース隊長は調子は上がっていないけれど、この状態で試合を作れたのはチームに力がついてる証拠だと。そして次回はリーグワンスタッドランスとナンシーですね、まあ相手はかなり格下でなんですけども、今のパリ・サンジェルマンでは勝てるかどうかなんですよね。引き分けで精一杯って感じなんで、希望ポジションもね、センターフォワードやめてレフトウィングにしようかな。うん、やっぱりね、右ウィングで出ると左でアヤックスの時やってたんで、左の方がちょっとイメージしやすいってのもあるし、右だとなんかイメージしにくいプレーってのがあるから、やっぱ左の方がいいな個人的には。まあナント戦だけの判断なんですけど、最初はセンターフォワードがいいとか言ってたけど、うん、ここに来て左ウィングっていうね、ほんと優柔不断ですね本当に。まあてなわけでね、着実にゴールは上げてるんですけども、体調がね体調が上げてる、あの他は終わってる。おかしいだろ本当に。ちょっと一回試していいですかねこのスタッドランス戦だけ試合スキップしてみていいですかねちょっと試したい、見てみたい。勝てるか、勝った。あでも順位に変動ない、まあ、上のチームが勝ってってるからね。いやまさかまさかね、そりゃないだろうまシミュレーションでね勝てるとしても、それは動画としてどうなのってなっちゃうんで、やっぱり自分で試合やるのが一番ですね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。